このスレの紹介。なんジェイミン。おやおや、頭ポッポーかな？そんなに電車好きなんだねー。一気はアルレスを張る。鉄オタって作業所 B 型勤務で平均手取りって月10万もなさそう。どうやって電車写真撮るかねーてんの？親を殴ればいくらでも出すやろ。鉄オタ、次は、みぞおちぃ、みぞおちぃ、かっこだみ声。鉄砲抜かすな、煽りかす。おやおや、頭ポッポーかな？そんなに電車好きなんだねー。おいこらてめえこらかすこら、ちゃんと自分の金で乗っとるわ。シュポポポッポーポポー、頭に血が参りまーす、かっこだみ声。煽りかすの鏡。模範的なんジェイミン。煽り善一。見事。相手にした時点で負けやね。煽りかすの末路。脳みそからっぽそうなのが良いなぁ。くさ。割とうまい。取り鉄役が弱すぎておかしいやろ。地獄絵図やな。やっぱ本物のクズの煽りは一段違うわ。電車なのにポッポ言うてるやん。汽車も電車やろ。え？言いたいことはわかるけど別物やろ。血も水だと思ってそう。頭が単語トンって言えばええんか？滑らんな。作業所って何の作業所なんや？え？障害者がお仕事ごっこしてお金もらうところや、当然利益などなく、実際は国から税金由来の補助金から給与出してる。区役所で売ってるパン、ちゃんとそういうパン屋で作ってるんや。本全員、頭シュポシュポでくさ。おいこらてめえこらかすこらの店舗、すこ。お前ら、作業言えなさそう。煽り強い。二人とも仲良さそう。わい。鉄をたたたきやめろ。変な奴は、一部だけ。なんジェイミン。おーおー、わら。シュポシュポで、くさ。死ぬほどムカつくんじゃ、ボケが。シュポシュポ。シュポシュポ、絶対真っ赤っかで、くさ。で、くさ、これ、一番ムカつくんだよね。イライラでくさってつかす、シュポ、わら。電車とか好きそう、わら。踏切カンカンでくさ。上機関車なんだよな。センスある煽り。鉄を高くしとけいいじゃん。良い鉄をたもまあいるんだろうけど、表に出てくるのが凶悪すぎるわ。アミオタとかの比じゃないわ。しかも、経済効果もほぼゼロだし。良い鉄をたは、自分が鉄をただと主張しない鉄をただけだよ。ワイは、いい鉄をたやで。リアルでは趣味隠してる。隠してる時点で後ろめたいにゃん。なんで電車オタクじゃなくて鉄道オタクって名乗るんや。蒸気機関車とか電気で動いてないから電車じゃないだろ、アホ。そんなこともわからんのかって思うが。そういうとこがキモい。シュポポポポ、走り寄る音。同じだろ、声豚鬼豚鉄オタは。わい、鉄オタやけど、変じゃない奴は一部だけやで。やっぱりね。それでもシャッター切ってるの、くさ。なあ、ピーネよ、これほんとすこ。ピーネゴミってくさ。鉄オタ、なんでそんな怒ってるんや？石炭でも食べたんか？石炭パクパクとか古すぎ。電気ビリビリでくさ。乗り鉄以外は無害やろ、乗り鉄とか、ただのお客さんやし。ガタンゴトン、わら、ガタンゴトン、わら、ガタンゴトントン、ガタンゴトン、わら。おお、の勢いでやられる。ガタンゴトン、わら。発達障害の検査した時に、医者に、電車とか好き？ってガチで聞かれたからな。もはや、チェック項目に上がるくらいそういう系の人が好きなジャンルになってるんだよな、鉄道って。あんたが発達障害なんじゃね？って返してやればよい。マニュアル化されたチェック項目に忠実な方がアスペっぽいでしょうが、ということだ。電車とか、好き？強い。一番重要なのは、JR に利益を出さないどころか、運賃払ってくれてる一般客の邪魔するところよ。全方面に迷惑という、害悪。乗り鉄は無害やろ。むしろ、まともなのが一部やし。見えてる全部がきしょいから、しゃあない。誰からも叩かれないドルオタ最強。地方、取り鉄、アンチを論破しようとするも。自爆。なぜ自閉症は電車が大好きなのか？への、3件のフィードバック。田中 P やすより、それって、あなたの感想ですよね。なんか、そういうデータあるんですか？ by 西村ひろゆ。おのより、私の本名をそのまま書いてしまったので、すみませんが、コメントの削除をお願いします。
草生える。自ら証明してくれる有能。へえ、わらわらわら。草。本名って言わんかったらええのに。多分、今時誰も触れんよな。その後、慌ててペンネーム使っとるのが泣ける。わざわざ言わなきゃ誰も気にしないだろうに。本名でここまでの自爆って、俺、佐藤優也、ギャー、思い出すわ。あれは意図的だろ。やっぱり病気じゃないか。うん、有能。最近、匿名でも SNS でも、ひろゆきの真似して回りくどい言い方で喧嘩売ってくるが PG、山ほどおるよな。ひろゆきドジっ子やな。脱線してて、草。嘘だろ、田中くん。ググったらまだ残ってて、草。ダッサ。お待ってなんや。データ提供してて、草。田中なんて書いてあるんやろ。答え合わせで草。ワイガソースや、の精神。てんちゃ、てんちゃ。取り鉄出す、ひろゆき信者。ツーアウトってところか医者ですら、鉄道マニアがアスペってのは周知の事実やしな。高須クリニックって精神科もやってたんか。なんかの検査項目に電車好きってあったの、草。ツイッター鉄道博士に質問すると、トンチンカンな答えが来るから困る。教えて、ツイッター鉄道博士、質問、函館から札幌まで電車で何時間くらいかかりますか答え、かっこ早口、函館から札幌までは非電化区間を通るので、機動車になります。電車では行けません。僕は気にしないのですが、こういうのうるさい人がいるので気をつけた方が良いです。ああ、でも、函館から新函館北斗まで、東室蘭から札幌までは。FF 外失礼。要約すると、電車ではなく、ディーゼル機動車、函館から札幌は、普通列車では日が暮れる、特急の。ネットでもすぐ縛るよな、鉄オタ。草。そんなこと聞きたいんじゃない定期。モノマネ芸人の後に、本人登場。要約すると、してない。出発進行。電車電車の、ちゃ、ちゃ、ちゃ。とっさのトラブルに最悪な手を打つのも、撮り鉄らしい。地方、撮り鉄さん。ついに犯罪者になる。リットン調査団定期。草。リットン調査団にバレた、関東軍定期。満州事変の処理のため、国際連盟が派遣したリットン調査団。スタンドバイミーやで。ついにあの杭、撮影に邪魔だな、わかる。せや、抜いたろ、はぁ、風景いじくるのありなら、フォトショで加工でもしとけえやろ。どいつもこいつも似たような構図で撮って、何が面白いんやろ。スタンプラリー感覚らしいで。自分で撮るんやなく、代表の1名が撮ったの共有したらいかんのか。ネットで画像拾うだけでええな。自分がそこに確かに行ったという証拠みたいなもんでもあるんやないか。自分が写ってない観光地の写真みたいな。撮り鉄ってなんで映像じゃなくて写真で撮るんか。映像で撮って画像を後から抜き出せばええやん。そっちの方が安全やろ。か、この鉄の棒なんやねん。ここより向こう側にいれば電車にはぶつからんでって目印。ナチュラルに線路内立ち入りするよなこいつら。巻物に描かれてそう。こういう杭も含めて鉄道の風景ちゃうの。こんなん欲しがるの、設備鉄くらいやと思ってたけど、撮り鉄が撮ってどうすんねん。どいつもこいつも同じような服ばっかりやな。中学生みたいな服やな。聞かれちまえ、バカども。聞いてやったらええんちゃうの。大好きな電車の下でピーネタラ本望やん。ワイ乗り鉄、高みの見物。撮り鉄をバカにする俺かっけー、とか思ってんのかもしれんけど、あの列車、どんな顔してたっけって思った時に、ググって出てくる、鮮やかで、美しい車両の画像。あれ、大体撮り鉄が撮ってくれた画像だからな。JR とかの公式画像なんて、単に車両の画像をポンと載せてるだけ。美しい風景を堂々と走る臨場感と、生命力に溢れた一枚の画を見ることで、生きているその車両を知ることができる。お前らのその恩恵に預かりながらバカにするという行為こそ、恥だと思う。これコピペ？コピペ狙いすぎ。草。電車って発達障害の趣味なんやろ。せやで、ちなみに言うと、何時もや。よく発達障害の人がワイと同じ時刻表を持ってて受ける。ああ。アンさんも、いや、なんでもないやで。ワイが撮影してたら、発達障害か自閉症の子が親に連れられて、一緒に撮影していることもある。アンさんも同じ病気なんよ。ミレイの落ち穂拾いに見えたわ。